皆様こんにちは。現在 JR 西日本は京都駅にやってきました。京都には何百年もの歴史を持つお寺や神社がたくさんありますが、そのお寺や神社にも負けないくらいの古さを持つ鉄道というのがまだその京都周辺には走っております。その古い車両というのがなんと50年近くも走っている車両なんですね。今回乗車する約50年前から走っている車両とはどのような列車なのでしょうか。皆様に簡単にご紹介していきたいと思います。短い動画ではありますが、どうぞよろしくお願いいたします。早速 JR 京都駅のホームまでやってきましたが、なんか緑色の可愛い車両が走行していますけれども、そうなんですね、こちらが今回乗車する約50年前から走り続けている国鉄車両ですね。この緑色のボディをした車両というのがその京都周辺にはまだ多数走っております。その車両のお顔がこんな感じです。115系にかなり似ていますが、実は違うんですね。こちらの車両の形式は113系という車両です。あれ、113系ってもう引退したんじゃなかったっけ、そう思った方がいると思いますが、その話はね、実は JR 東日本とか JR 東海だけの話でして、 JR 西日本ではねまだ現役バリバリで活躍しております。最近では JR 西日本の113系もそろそろ引退させようかという考えもあるそうなんですが、まあ記録は早めにしておいた方が良いかもしれません。さあ、というわけで今回乗車する113系が入線してまいりました。今回乗車する列車は湖西線直通の近江舞子行きですね。この113系、あと他にも117系という同じ色のカラーリングの車両がいますが、まあ、そちらの車両は湖西線とか東海道本線、そして草津線の方で多数走っております。というわけで早速乗車していきましょう。本日乗車した113系は転換クロスシート式の列車でしたね。他にもボックスシート型の車両もありまして、まあ、そちらの方がね昭和感漂ってていい雰囲気なんですが、まあ、今回はしょうがないですね。というわけで京都駅を発車していきます。次の停車駅は山科駅。今回乗車した列車は湖西線ということで、次のね山科駅までしか乗車することができませんでした。いや、これはとても悲しいですね。 JR 草津線直通列車の場合だったら途中の草津駅まで移動できたんですが、いや、まあこれは残念ですね。また今度乗りに行きたいと思います。お待たせいたしました。今日も JR 西日本をご利用くださいまして、ありがとうございます。この列車は本日を片田方面に参ります。湖西線直通近江舞子行きです。というわけで京都から5分で山科に到着しました。乗ってきた113系、早速下車してお見送りしていきましょう。琵琶湖線をご利用のお客様にご案内いたします。この後3番乗り場には琵琶湖線新快速電車草津行きが到着いたします。琵琶湖線新快速電車の草津行き、停車駅は大津。